とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はジエンド、ここ行きましょう。壊れた下出る、これラストかな、ラストかもしれないね。まあ、ちょっと行ってみましょうか。どんな場所だろう。装備、まあいいや、とりあえず普通の締め具で行ってみましょう。お、エリトラで飛んでいくんだな。飛べるところまで飛んで極力敵との戦闘は避ける感じで行きましょうか。さすがに長いと思うのよ。前回も長かったもんね。ダンジョンがめちゃくちゃ長かったんで。ああもうそうか、エリトラがあるからぐーっとこう飛べるんだね。飛べるからそれである程度距離を稼げる。おい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 、え、どっち側に行きゃいいんだ。バス、こっちか。とりあえずおー、あった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 。おーし、ここでまた飛ぶんだね。やっぱエリトラ気持ちいいわ、これ気持ちいい、この飛ぶやつ。危ない。おお、着地の瞬間を狙われるね。おお、ボス誰だろう。やっぱエンダードラゴンかな。だよね、まだエンダードラゴン出てないから、あれがボスでしょう。いや強いな、ちょっとめちゃくちゃ強かった。大連か、大連だね。すげえ、全然 HP 減らん。いやでも全然いけてるよ、全然いける。 OK、 よし、この感じでちょっと進んでいってみようか。頑張るぞ。こう謎解きもあってさ、難しいよ本当に。謎解きっていうか、なんか門を開けるのにね、ちょっと難しいのよ。もうなんかそういうのをもうやめて。めちゃくちゃ難しい。なんかわけわからなくて、クリアするのにちょっと15分ぐらいうろうろしちゃった。でこの橋を渡ったところに首都があるんでしょ。でそこでボス戦でもあるんじゃないですか。はい、いやしかし敵がもうえぐいほど。おお、やった、いけたいけた、よしいくぞ。おお、やった。おお、不安定なローブ、やった、ユニークだね。ああ、ボスだ、あいつがいたということはちょっとごっちゃんさせてもらいます。ワンパンで行かせてもらいますよ。おお、来た。復讐に燃えたエンダーの心臓だ。ちょっと待って、ちょっと待て、ワンパンじゃない。ちょっとこれやばいぞ、やばい。何爆発してる、あっちの方で。ちょっと待って、やば、ちょっとワンパンじゃないとか聞いてない。ちょっと待って、やばいちょっと待て、あー危ねえ、何なんだ、えこれは、あ、なんだ、何、危ない、あと一発くらいは死ぬって。何これ、あ、これ鏡で、これ鏡であれ跳ね返すんだな。オッケー、分かった、いくぞ。ちょっと待って、期間ちょっと待って、どこ待て、効かんぞ。スポンジストライカーが最初はね若干ダメージあったんだけど、もう完全に効かんくなった。お前危ない危ない危ない、なんかそのタックルみたいなの絶対危ないでしょ。よっしゃ、もうラグはやめて。よし、いけるか。あれこいつむちゃくちゃ強い。あ、待って待って、この鏡の後ろぐらいにいっとった方がいいよ。え、ちょっと待って、あ、違う、鏡なんか衝撃波が来る。弾が当たった後に、はい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 、なるほどね。なかなか面白いボスやね。はい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 、ちょっと待って、近接でゴリッといっちゃうよ。危ない危ない、あのタックル絶対危ないでしょ。よっしゃ、お、だいぶダメージ与えた。もう少し。あ、待って待って、これ爆発するでしょ。あ、おい、ほら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 、あぶね。この吸い込み攻撃はこれは要注意。あ、でもここは吸い込まれないな。安全地帯が若干あるっぽい。よし、お、ちょっと待って、ザコ呼ばないで。え、回復してない、なんか。よし、いけるいけるいける。え、何、なんか盾みたいなのが、ああ、はいはいはい。ちょっと待って、待って、これはこれはきつい。ここら辺が確かね、なんかね安全っぽかったんだよな。よし、耐えた耐えた耐えた。もう少し。はい、タックルタックルね。え、タックル、あ、違う。おお、何なんだこれ。今スポンジみたいなのが現れた。あれは多分触らない方が良さそう。矢もまだ300本以上あるし大丈夫だね。でもこのごまごました攻撃がちょっと厳しい。盾か、盾だな。ちょっと待って、安全地帯のところに行く。あ、いったんで、ここら辺ね。いや、食らうには食らう、食らうには食らうけど、ど真ん中あたりに行くよりは断然マシだわ。よし、もうそろそろ倒れて、そろそろ、よし、もう少しだ。よっしゃ、よし、危なかった。最後なんかさ、レーザー撃ってきてたでしょ。あれはやばいって。お、宝箱発見。よし、なんかシークレットがさ10個と結構多めなのよね。途中にあったりしたんだろうな。え、まだなの。エンダーの心臓が敗北し、オーバーワールドはオーブの影響からついに自由を取り戻しました。しかしまだ終わりではありません。次なる冒険が待っている限り、ヒーローは活躍を続けるでしょう。よし、クリアしましたね。ついに全部クリアだよね。もうないでしょ。うん、ないね。さっきのやつがボスだったみたいです。めちゃくちゃ強かった。ああ、スポンジストライカー効かないってびっくりだったね。もうあいつだけには効かないのかもしれません。うん、でもね、まだまだやることありますのでやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。